火曜日からウエスタンで実戦復帰した長野、昨日に続き3番レフトでのスタメン出場となりました。その第1打席、阪神先発岩田の変化球をレフト前に運び、これが復帰後初ヒット、結果を出します。続いてこちらも火曜から復帰の石原、4回でした。阪神板山の盗塁を刺し、先発徳田のピンチを救います。さらにバッティングでも、打った瞬間に分かる特大アーチで逆転に成功。早期の一軍復帰へのアピールは止まりません。悪くはないから、まあ、ボールの見方もそうですし、まあ、状態的にはまあ触れてると思うので、まあ、これを続けていければと思います。もう早く、一軍の戦力になって戻れるように、今はもう今できることをしっかりやるだけだと思っているので、はい、頑張ろうと思います。